覚ませかカロット。楽しいぞ、サイヤ人の血が騒がんか。バカ言ってろ、そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。サイヤ人の血を引いてる証拠じゃない。何だってんだよ。父親のお前がなかなか。それ以上ご飯に近寄ってみろ、飛ばすぞ。チャックを捨ててやっぞ。そいつはどうだ。オラの本気見せてやる。話にならんな。そいつはどうだ。カカロットよ、子供は預かっておく。明日までにこの星の人間を100人殺してここに死体を積んでおくのだ。もちろん死体がなければこの息子は死ぬことになる。じゃあな、明日を楽しみにしているぞ。おめえどうしてここに。奴の後をつけてきたのだ。その二人と言っても奴は倒せん。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが言ってどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。貴様と組み、奴と奴の仲間二人とやらを片付けたら、もちろんその後は貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。ブルマ、レーダー貸してくれ。均等の速さについてこれるか。ふざけるな。俺様のは貴様のような情けない武空術とは違うんだ。カカロット、貴様もう少し頭が切れると思っていたのだがな、身の程知らずとはこのことだ。ごちゃごちゃ言い合うのはそれぐらいにしておくんだな。カカロットよ、貴様を仲間にするのはもうやめにしたぞ。ただの足手まといになりそうなんでな。我が一族の恥だ、死んでしまえ。貴様らが死ぬ前に
いいことを教えておいてやろうか。サイヤ人の恐ろしさを今頃知ってももう遅いぞ。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あつる。孫悟空、貴様新しいとっておきの技なんかないのか。すまねえな。俺は真面目に修行して新開発したってのによ。ああ、だがこの技は木を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様はその間チェックは話にならんだ。俺の力見せてやろう。死ねえカカロット。何？戦闘力1307。お父さん、いじめるな。うわあ、こわ。やめろ、やめてくれ。あいつはまだ子供だからとでも言いたいのか。心配するな、すぐに会わせてやる。あの世でな。貴様ピッコロ、早くあの技を。貴様正気か。おめえを倒すにはこれしか方法はねえんだ。待たせてな、覚悟はいいか。やめ。待て、魔眼光殺法。この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。クソったれ。だが、いいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況はすべて、はるか宇宙にいる。俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って、必ずここにやってくる。その二人がここにやってくるな。いつ？1年。たった1年後だ。1年。さらに強い戦士が2人。今度こそ貴様らの勝てる可能性はゼロだ。1年の間にせいぜい楽しんでおくんだな。
バカな仲間どもが死んじまってショックか。そういやもう一匹バラバラになったチビもいたっけな。ピッコロ、なんだその面は。気に入らねえな。そんなにあっさりと殺してほしいのか。許さんぞ、許さんぞ。貴様ら。叶うわけがないんだ。捕らえた。どういうことだ。かかろう。何を。ベジータ、ベジータ。動けないサイヤ人など必要ない。死ね。ベジータ。なんてやつだ。自分の仲間まで殺しちまいやがった。二人とも今すぐカメハウスに帰ってくれ。あいつはすごすぎるんだよ。かえって悟空が気を使って邪魔になるだけなんだ。すまねえな。あいつの強さ思ってた以上みてえなんだ。はい、わかりました。今日変えぞ。好きにしろ、同じことだ。よし、この辺りなら人も動物もいねえだろう。なるほど、ここを貴様の墓場に選んだわけか。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いクズ野郎が貴様のように大した敵のいない星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。そのおかげで、俺はこの地球に来れたんだ。感謝しなきゃな。それによ、落ちこぼれだって必死で努力すりゃエリートを超えることがあっかもよ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても超えられぬ壁を見せてやろう。許さん、地球もろとも宇宙の塵になれ。やりっと。太陽剣。
人は戦闘種族だ。やめるなよ。うわうわやりたい。うわやりたい。うわうわまだまだ。うわじけて混ざれ。なんだアリア、な、何したんだ。尻尾をなくしてしまったことを後悔するがいい、カカロットよ。なんだ、ものすげえ気が上がってる。父さんの気がまた上がったんじゃないですね。僕戻ります。待てよご飯、俺も行くよ。行くってば。どうだカカロット、これで貴様はもう終わりだ。どうなってやがんだ。おざる、おざる化け物。な、なんだってんだ。なんだぎゃあの化け物は。オラと地球の元気玉くらわしてやる。会場をぶっ壊した化け物っちゅうのもオラだったんか。このおじいちゃん、オラの木全部使い果たさねえと勝ち目なさそうだ。死んじゃって、ね、また行ったらさ、謝りに行くよ。海洋剣体持ってくるよ。集中する時間が欲しい。よし、この距離なら。間に合ってくれ。できた。
地球中の元気が集まった。よし、くらこれで終わりだ、カカロット。たとえまた生き返ったとしても、その時にはもうこの星はない。死ね。いやイーたちの最後っぺってやつだ。これでオーラには鼻くそをほじる力も残っちゃねえや。好きにしろ。このレアカカロット、貴様、この俺の顔に傷を。握りつぶしてやら。うわあ！せいぜい苦しんで死ね。今ので随分骨が折れたようだな。痛いか？何か嫌がるな。どこだ？
イヤ人は戦闘種族だ。なめるなよ。リフームファイティングボンバー。悪いな、好きだらけだったもんだからつい。このやる。おめたち、とっとと自分たちの星に帰るか、それともこいつみてにぶっ倒されていいか。聞いたかバーター、どうやら実力でリクームを倒したと勘違いしてやがるようだぜ。妙な偶然がただ重なっただけなのによ。俺たちは天下の義乳特戦隊だぞ。そい、行くぞ。ああ、教えてやるぞ。義乳特戦隊をなめるとこういうことに。なるほど、あいつか。戦闘力は約5000。そうなんですよ、たったの5000で。妙でしょ。あいつはおそらく瞬間的に戦闘力を大幅に上げたに違いない。俺の見立てではあいつの実力は戦闘力6万ほどと見た。6万？やつはサイヤ人なんですよ。ありえんことではない。我々と同じく突然変異で生まれた超天才戦士なんだ。こいつはかつてないほどの面白い戦いになりそうだ。この義乳様の真の力を見せる時がまさかやってくるとは思わなかったぞ。よし、こっちも行くぞ。カカロット！ベジータ！スクリー！義乳隊長！
とてつもない強さだぜ。何を笑ってんだ。チェンジ。こいつはギミューだ。遠慮なくやっつけてしまえ。ジータ、何もそこまでしなくても。せいぜい甘いたわごとをほざいていろ、カカロット。この俺が始末してやる。はあ。カメ、チェンジ！間に合ってくれ！なに、どけ！あの野郎、くも邪魔を。どうやら元に戻れたぞ。なんだ、カカロットのやつは今一体何をしたんだ。今度こそベジータとチェンジしてやる。かかったな、ベジータ。これだ、そら。今度は何だ。やったぞ。ご覧に入れましょう。すまん、今行くぞ。なんとかなりそうだ。
フリーザを倒してくれ。頼む。サイヤ人の天で。おめえがオラに頼むなんて、よっぽど悔しかったんだろうな。おめえのことはデッキリだったけど、サイヤ人の誇りは持っていた。オラも少し分けてもらうぞ、その誇りを。オラ、地球育ちのサイヤ人だ。おめえたちに殺されたサイヤ人のためにも、そしてここのナメック星人のためにも、おめえをぶっ倒す。くだらないことを。貴様ら、この場から離れるんだ。俺たちは邪魔だ。ご飯、早くしろ。お父さん、死なないで。フリーザーをやっつけて。反撃させて。バーン、生まれて初めてかもしれん。どうやって料理しようか。寝るな。そら、こっちだよ。なんと生意気だよお前。そら、うわ、こっちだよ。ちょっと脅してやるか。まだまだ。今度は死ぬかもね。バーン。僕は宇宙空間でも生き延びることができる。でも君はどうかな。この星と共に消え失せろ。オラの木全部使い果たさねえと。なかったけど、元気玉使うしか。な、ほんの少しずつでいい。元気をあげてくれ。来た。こんなもの。うわ。蹴るか。オラの乗ってきた宇宙船なら5日で地球に蹴れぞ。ああ、すっかり忘れてた、ブルマさんのこと。脅かすなよ。またフリーザが出てきたかと思ったじゃねえか。 ある意味じゃブルマさんフリーザより怖いよ。笑わすなよ。体中が痛んだから。ナメック星もひどいことになってしまった。だがこれで最長老様や死んでいたみんなも安らかに眠ることができるだろうな。え、なんでお前が最長老さんのこと知ってんだ。でもよピッコロ、地球のドラゴンボールでみんなのことを生き切らせられるんじゃねえか。ベジータもなんとかしてやりてえし、帰ったら神様のとこ行って聞いてみようぜ。お前まだベジータとやり合うつもりなのかよ。約束したかな。
そんなフリーザだ。貴様らを許すと思うか。一匹残らず生かしては返さんぞ。クリリン、やめろ、フリーザー。ここお次はガキの方かな。許さんぞ。欲望。わっ、ピッコロを連れてさっさと突き受ける。まだかすかに生きている。俺の理性がちょっとでも残ってるうちにとっとと消えるんだ。木が膨れ上がって充実していく。ついに 100% パワーってやつのお出ましか。何をしておるんだ悟空、聞こえるか。今がチャンスだぞ。確かにこんなチャンスは二度とないかもしれねえ。宇宙一強い野郎のフルパワーを拝見するチャンスは。なんだと。悟空、お前自分が何を言ってるのか分かっておるのか。クリーンの仇を討つんだ。あいつは二度死んだ。もうクリリンはいいやつだった。本当にいいやつだった。一番の仲間。粉にしやがって。85%、90%。フリーザー、貴様がフルパワーになるのを待っているのは最高の貴様を叩きのめしていいからだ。貴様だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。そうでなきゃもう一発星を打って終わりにしてたはずだ。待たせたな。こいつはかませんぞ。こいつはどうだ。弱はつけてやつ。こいつはどうだ。フリーザとこの俺を除いた者たち全てを聞いておったのか、今ここで勝負の決着をつけなければ、は一生あんたを恨む。分かった。何も言わん。こいつはかませんぞ。ガバラになりやがれ。
どうあがいても宇宙空間では生きられない貴様を待っているのは死だけだ。皮肉だな。勝負に勝った貴様は死んで俺は助かるんだ。俺も生きてみせる。俺は宇宙一なんだ。だから貴様はこの俺の手によって殺されるべきなんだ。オラとご飯と一緒に修行しねえか。組手とかやりてえし。いいだろう、望むところだ。クリリンたちもどうだ、一緒に。俺はいいよ、無天老師様と自分のペースで修行すっから。そうか、わかった。見ろ、何かいるぞ。あれが攻撃したんだ。
ここじゃ犠牲がでかい。誰もいねえ場所に移ろう。おめらもいいな。誰もいない場所へか。いいだろう。だがわざわざ移動することはない。やめろ。誰もいない場所を作ってやろうと思ったのだが、どうやらここは気に入らないらしいな。ついてこい。二人ともぶっ壊してやる。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。おめえらの負けだ。二人とも手を出さないでくれ。こいつらの一番の目的はオラらしいかんな。なるほど。確かにかなりのパワーアップを果たしたようだな。不思議な技だ。計算だが、我々が慌てるほどのものではない。私は当然として19号でも十分に倒せるレベル内だ。あ、そう。じゃあ早速その強さを見せてもらおうかな。力を見せるがいい。終わりだ。うわやっくー。チェックをつけてやつ。うわっ。そいつはどうだ。うがお前の力を見せるがいい。終わりだ。数値を低めに再設定しなければ。オラも上を目指そうと思うんだ。
スーパーサイヤ人だ。上をな。始まった。戦っているのはピッコロだ。相手はセルってやつでしょうか。いや、相手の気が感じらんねえ。多分人造人間たちだ。言っても無駄だ、ごわん。今のまんまじゃレベルがちげえすぎる。足手まといになりてえか。お父さん、セルが動き始めたよ。今のオラたちじゃレベルがちげえすぎる。ピッコロの足手まといになるだけだ。まだか、ベジータ、急いでくれ。完全体か、素晴らしい。さあ、早くセルゲームを始めるぞ。どいつからやるんだ？やはり孫悟空、お前からやるのか？あ、そうだ。いきなり貴様からか。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。来い！こいつはどうだ。本気でやらしてもらうぞ。行くぞ。やろう、この私にバリアを使わせたこと。あっ、うわ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 っ、僕は
本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。たとえお前みたいにひどい奴でも。さあ行け、セルジュニアたちよ。あの岩の上にいる7人が相手だ。気をつけろ。恐ろしく強いぞこいつら。腐ったれ。みんなすまね。こんなはずじゃなかった。やめてやめてくれって言ってるだろう。している。とどめだ。すぐにとどめを刺せ。もうとどめを。まだ早いよ、お父さん。あんな奴はもっと苦しめてやんなきゃ。18号だ。18号を吐き出した。許せねえ。貴様らはもう終わりだ。あと1分で俺は自爆する。俺も死ぬが貴様らも全部死ぬ。地球ごと全部だ。くそ。僕のせいだ。早くとどめを刺しておけば。なんだ、悟空。やっぱどう考えてもこれしか。地球が助かる道は思い浮かばなかった。バイバイ、みんな。悟空、お前、まさか。悟空。ここまでよくやったな、ご飯。すごかったぞ。お父さん。母さんにすまねえって言っといてくれ。消えた。悟空の気が。バカ、そんなやつ連れてくるな。あ、悪いか、王様。ここしかなかったんだ。くじゅー
いつかおめえたちが死んじまったらまた会おうな。バイバイ。ここは武道会場。ベジータ、おめえはオラに本気出させるためにわざとバビディの術にかかり自制心をなくしあんなことをした。違うか。こうでもせんと貴様は俺と戦わん。たった一日で貴様は二度とこの世からいなくなってしまうのに邪魔が入ってしまったからな。そんなことで、たったそれだけのことでこんなバカなことを。バカなこと？バカなことだと？この俺にはそれが全てだ。魔人ブーのことなんかどうでもいい。こいつは俺の強さを超えやがった。同じサイヤ人でありながらこの俺を抜いたんだ。圧倒的な力を誇っていた王子であるこの俺をだ。こいつに命を助けられたこともあった。許せるもんか。絶対に。アビディ、マーニー誰もいねえ場所に帰ろう。俺はベジータと戦うことにした。いや、望み通り場所を変えてやるよ。パッパラパそれほどまでオラと決着をつけたかったんか、ベジータ。カカロット、そうしたことねえな。これはサイヤ人の王子ベジータ様だ。どうした。こうなっても死ねぞ。大したことねえな。
んでもねえ気が。でも死ねぞ。勝負はお預けだ。サイヤ人を超えたスーパーサイヤ人をもう一つ超えてみっか。うわあめあめパワーだ。さっさとやろうぜ。お前もうおしまい。なっ、ヤッホー、ドシーン。すごい。オブはこれからだ。ダーボー、あれややらなきゃ誰がやれ。受けんだ。トランクスの気が早く動き出した。悟空、もうそろそろ時間じゃ。あの世に帰るぞ。そうか、うん、わかった。なんだ、ごてん。うん、わかった。おめえ父
ちゃんに抱っこしてほしいんだべ。なんだ、だったら早くやよかったんよ。ごてん、母ちゃんを頼んだぞ。じゃあな、みんな、死んだらまた会おうな。見つけたぞ。ベジータ。よこせ、早く。ああ、ベジータ、やろうぜ。よこせ、早く。よっしゃ、ベジットってどこかな。さらに、やんばい、見せてやるよ。ほらよっと、ダメージを与えるっていうのはこうやるんだ。ちくしょう、こんなはずじゃなかったか。もうならまま、いけ、もう人ども、受けてみな。そうだ、うわ、はあ、ピザマだな。さあ、もう飽きたからそろそろ終わりにするか。さて、果たしてうまくいくか。
分かっていた。頭に来るぜ。戦いが大好きで優しいサイヤ人なんてよ。頑張れカカロット、お前がナンバーワンだ。バカ、俺がやらなきゃ誰がやる。オブはこれからだ。ダブ。あれ。ゲオ。あれ。ゲオ。俺がやらなきゃ誰がやる。やった。オブはこれからだ。ダーチ。あれ。いや。あか。一分間俺が何とか奴を食いとどめる。貴様はさっさと気をためろ。海王神たち、デンデ、あの玉でこの状況を見てやがるんだろう。ベジータ、たまには地球の奴らにも責任を取らせてやるんだ。始めるぞ、用意をしろ。元気玉の用意だ。ウーが相手じゃ、いくらちょっとずつ元気を生き返った地球人みんなから集めたって、少しずつではない、ギリギリまで元気を集めさせてもらうんだ。ベジータとやら、決め技にわしの元気玉を選んだところはナイスだぞ。さあ話せ。地球どころか宇宙人にだって話ができるぞ。確かに聞こえるか、世界の人間ども。あんなベジータ、見直したぞ。みんな、オラに元気を可能な限り分けてくれ。頼む。おめえはすげえよ。よく頑張った。たった一人で。今度はいいやつに生まれ変われよ。一対一で勝負して待ってんかな。ほら、もっともっと腕上げて。またな。
それじゃあまた一緒に暮らせるだか。ご飯と御殿と家族4人で。お早くパオズ山に帰って父の手料理が食いてえぞ。なんだよ父、どうしたんだ。勝負だビルス様、オラが勝ったら地球を破壊しねえでくれよな。いいだろう。でもこの宇宙には破壊神の僕より強いものなど存在しない。これってただのサイヤ人だよな。ええ、本当にうまくいったんでしょうか。僕には父さんの気を全く感じられないんですけど。それでいいんですよ。神の放つ気は普通の人間には感じることができないんですから。まだまだ、うっ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 、こんにゃめんどくさ。お前にはこれで十分だ。力の差が分かったか。いいね、らしくなってきたじゃないか。ここからが本当の神と神の戦いだ。
おい、ベジータ。悪いが、オーラが行かしてもらう。チッ、勝手にしろ。私はね、あなたに少し感謝しているんですよ。感謝？気持ち悪いこと言うなよ。初めて努力したのも、あなたへの復讐心が何よりも勝っていたからこそです。ただですね、私がどんな思いで努力というものをさせられたのか、それがどれほどの屈辱にまみれた行為だったか、あなたわかりますか？くっちゃべってねえで、早くやろうぜ。背景、孫悟空様、感謝を込めて殺して差し上げます。の成果ってやつをさ。ではバカ正直ステップアップするとしましょうかね。お見せしましょう、私のさらなる進化を。金色は単純すぎるかと思いましたが、わかりやすくてよ。おめえのそういうとこけど、今回そうなっちまうかもしんねえ。ラミッコなしだ。おーありゃー、理解パターン。すみませんでした。さっきは俺、いきなり悟空さんに殴りかかるなんて。もういいって、気にすんな。敵はどんな奴なんだ？奴は、孫悟空と名乗りました。何？ほら！黒い服をまとったそいつを、俺たちは、悟空ブラックと呼んでいました。奴は地球に現れたその日、俺たちに向けてこう言ったんです。これから正義のために地球人を全滅させると。それから一年戦ってきましたが、もうほとんど地上に人間は残っていません。母さんも、俺がこの時代に来る直前に。そう。未来の私からのノートに
こう書いてあるわ。あんたたちと一緒に戻ってきてほしいって。この俺に未来のカカロットを倒せと言うんだな。オラじゃねえよ。オラのそっくりさん倒すんだ。タンクス、ちょっとだけ手汗だ。ブラックっちゅうやつの強さの基準を知っておきてえかんな。わかりました。いきなりスーパーサイヤ人2か。じゃあオラも。スーパーサイヤ人3、これならどうだ。すごい。さすが悟空さんだ。なら俺の方もマックスでいきます。あ、めいっぺいの力で来い。ブラック、トランクス、こんなところに。赤石ビルスマン、おめえ本当にオラそっくりだな。ごきげんよう、孫悟空。孫悟空対孫悟空か。面白いことになったね。おめえの力、まだまだこんなもんじゃねえだろ。嬉しいですね。君に私を評価していただけると。ほっ、待たせたわ。終わりにしましょうか。お見舞いしてやる。あめあめあ、素晴らしい。この痛みがまた私を強くする。なんか気持ち悪いぞおめえ。あんな、終わりにしましょうか。やくよ。これは時空の歪みが元に戻ろうとしているのか。
どうぞ喜んで戦ってくださいですます。まだまだ。お前にはこれで十分。ウィス、感じたか。はい。これはブラックの剣。甘い。お前にはこれで十分。あんた、海王様にしちゃ強えな。また戦おうぜ。あの、うちに秘めた冷たい精神とその現れであるあの木、ザマスがブラックであるという我々の疑いを十分に裏付けてくれるものではありましたが、今のうちに破壊しておくべきなのかもしれんな。ん？オラにゃちっとも悪い奴には見えなかったけどな。お前はお人よしすぎるんだよ。感じた気だって似てはいたけど全く同じじゃねえしな。いろいろと謎が多いですね。いいか、禅王様の機嫌を損ねるだけで世界も僕もお前も全てが消されるんだぞ。忘れるな。もう一つウィス、海王神に万が一のことがないようくれぐれも頼むぞ。オスじゃなくてこんにちは。でオラによってなんだ。あのね、僕ね、お友達が欲しかったの。君のこと気に入っちゃったからお友達になってほしいのね。いいけど、それだけでオラを呼んだんか。悪いかな。滅相もございません。この悟空は禅王様のお友達になることができ。黙ってて。悪い、オラさ今忙しいんだ。それが済んだら遊んでやっから、ちょっと待っててくれねえか。じゃあ
それが終わったら遊んでくれる？おう、なんだったらオラよかもっといい友達になれそうなやつ連れてきてやるぞ。ほんと？じゃあ約束。またね、悟空。孫悟空よ、喜べ。お前は俺によって美しさの頂点に至るのだ。おめえ何言ってんか全然わかんねえぞ。父さん！戦は人間の術だ。俺が奏でる言葉の気高さ、陸存在の全てが裏にここただ諦めろ。恨みっこなしだ。取るかな。これで十分だ。いけるか。気合い入れるぞ。展開パターン。もうすぐ私が望む正義の世界が。正義の世界に人間は必要ないのです。行くぞ。終わりだ。ファイナルフラッシュ。神の偉大な贈り物である知恵を私利私欲のために利用する愚かで野蛮な生命体が。
お前たちの勝手な価値観で人間を侮辱するな。ファイナルフラッシュ。ダメそう、やったんか。なんだと。この不死身の肉体、これぞ神。この私にふさわしい最高の体。今夜は心地よい眠りにつけそうです。終わりだ、サイヤ人。誰だ。これでブラックはいなくなった。未来は元に戻ったぞ。変わらなかった。やっぱり。こっちの世界には神様の力は干渉しないんだ。おめえたち、スーパードラゴンボールを悪いことに使ったんだ。不死身になってオラの偽物作って。偽物？違うな、これは本物の孫悟空。お前本人の体だ。だが心はこの俺、ザマスのものだ。俺がスーパードラゴンボールにかけた一つ目の願いによって、貴様と俺の体は入れ替えられたのだ。おめえがザマスだって言うなら、ザマスの顔したおめは誰だ。お前たちの世界から見れば、私はこの世界のザマス。過去から来たザマスと手を組んだのです。正義のために。気がつかないか、孫悟空。この俺こそ神の身でありながら、惨めにも人間の前に打ち負かされた。でもおめえはビルス様が破壊したはずだ。ほら見たぞ、すべてはこの時の指輪がもたらしたもの。過去の世界で何が起きようと、今の俺には何の影響もない。時の指輪を用いれば、俺がこの体になった後、時を無駄にせずに再びスーパードラゴンボールを使えるのだ。そんなことのために体
太陽神様を。そして我々が叶えた願いを覆されることがないよう、スーパードラゴンボールは全て破壊した。さらに、この強靭な肉体を持って、全宇宙の神々を殺した。よって今、この世界で絶対的な力を持つのは、私と私、この二人だけだ。これはすべて我が願い、人間ゼロ計画を成し遂げるため。世界は美しい、だが人間の醜さがその美しさを汚す。よって我々は全ての人間を消し去り、美しい世界を取り戻す。俺たちはすでに数多の人間を滅ぼしてきた。そして今度は時を超えるほどの知恵と絶え間なく争いを繰り返す宇宙で最も醜い地球人を滅ぼす。最も醜い者には重い罰を受けてもらう。這い出ることすらできない、絶望と恐怖を。サイヤ人とも人間ゼロ計画のためにあだばなと散れ。くらい、ついてこれるか。なんだ、行くぞ。くらい、家族。どこからが恨みっこなしだ。ついてこれるか。ほら、お前にはこれで十分だ。あなたの家族がどう。さて、どこからがいいかな。俺がスーパードラゴンボールを、お前の体と入れ替わった後、体になり驚いている孫悟空と、それを見て怯える家族がいた。貴様、父と御殿に何をした。これでもう帰ることはできない。この世界がお前たちの墓場になるということだ。笑わせるな。俺たちが帰れないということは、ここがお前たちの墓場になるということだ。棺桶も用意してある。少々小さいが我慢しろ。愚かな神々がお前たちに知恵を与えた。おいカカロット、
壺はどうした？いけねえ、タイムマシンの中だ。このバカが。まあいい、拳で蹴りをつける方が俺たちらしい。そりゃ言えてんな。おめえの相手は俺だ。神に指図するな、人間。恨みっこなしだ。ありゃ。俺はまた新たな力を手に入れた。を裁く力の証明。神の技の前に足がすくんで動くぞ。いけるね、我が刃を。素晴らしい、サイヤ人の肉体こそか。諦めろ。行くぞ。父さん、悟空さん、なんと無様な姿だ。一体何があったというのだ。私たちの理想は露と消えてしまうぞ。人間どもよ、我々の輝きにひれ伏すのだ。遊びは終わりだ。我々の輝きにひれ伏すのだ。共に正義を。創世の始まりだ。断罪してやる。その命をもって償う。限界パターン。我が姿は正義、我が姿は見立つ。今日はこの日、この時より宇宙に新章が始まる。その歴史に刻む名はザマス。たうものだ。俺の力よ、この世界の人間の盾になる。みんなの願いをこの一撃に込める。ギャリックホー、トランクス、力を出し切れ。はい、こしゃくな人間どもめ、消えろ。ザマス、おめえの光全部貸してやる。悪しき者を貫け、聖なる激凛。はあ、神に逆らう知恵者が。奴の体の半分はブラック、不死身じゃない体が不死身の体に影響を与えているというのか。ベジータ、力貸してくれ。ポタラだよ、オラたちも合体すんだ。ふざけるな、貴様と合体など二度とごめんだ。オラたち二人が合体して力合わせるくれでねえと、あいつをぶっ倒すことはできねえ。
おめえだって分かってんだろ。悟空さん、これを。サンキュー。ほらよ、ベジータ。そういや、メイに合体したときは二度と戻れねえって言われたけど、戻れたな。なんでだ。ポタラでの合体効果は海王神でない者同士では1時間しか持たないそうなんです。ちゅうことは1時間の勝負だな、ベジータ。黙れ。それ以上何か喋ったらやってやるぞ。1時間耐えてやる。ベジータ、もう一度力貸してくれ。貴様と合体なんぞ、二度とごめんだというのに。よっしゃ。そしてこれがベジットブルー。見せてやるよ。孫悟空という人間がな。そうだ、それが我が望みだ。サイヤ人。ファイナルカメハメハ。お前いけえのか。ん、まだ1時間経ってないのに。神も人間もない。自分以外を信じないお前に俺は負けない。感じる、みんなの力を俺に貸してくれ。なあ、海王神様、この世界の禅王様ってまだいるんかな。もちろんおいでだと思いますよ。何者であろうと禅王様だけは倒せません。世界消えちゃえ。
力の大会、必ずオラたちが勝つぞ。はい、どの宇宙にも負けない最強の10人を集めましょう。あ、じゃあオラ行ってくんの。勉強になったぞ。全開で行くぞ。これを気を見にしてやる。これがオーラたちの元気玉だ。4倍火力剣、いや20倍だ。俺強い。俺の戦い方、勉強になったぞ。うん、やっぱおめえは戦いの天才だな。あいつを10人目にしよブブ隊も完成し、全宇宙の選手も集まったようです。それでは全王様からのありがたいお言葉があります。皆さんご静粛に。みんなよく来たのね。すっごく楽しみにしていたから、みんなで盛り上げてほしいのね。大変素晴らしいお言葉、ありがとうございました。それでは改めてこの力の大会のルールを説明いたします。制限時間は100タックです。
地球では48分だそうだ。術以外の武器の使用を禁止、また死亡させてもいけません。とにかく武部隊から対戦相手を落としてください。またどんなに瀕死になっても回復するための道具の使用は禁止にさせてもらいます。ルールの説明は以上です。それでは力の大会始め。よし、やってやっぞ。なあ孫悟空とかいうおっさん、そこの目、ありけど邪魔しねえでくるよ。あんた、さっき見たことのねえ色のスーパーサイヤ人に変身していたな。あれのなり方教えろ。教えてくれたらお礼としてぶっ倒してやるよ。姉さん、ふっ、いやよし、やってこい。ついにやりやがったな、すっごいぞケール。くマガマガしい姿は、あれもスーパーサイヤ人だというのか。かかってこい。ありゃ、うん、ねえな、それがおめえの本気ねえさ。もしかしたらあれは本来の恨みっこなしだ。さあ、ゴケ、殺す。ちょっと息入れてく。ありゃ、ほら、ありよ。これだ。ありゃ。でかい。ワック。ほそ。ワック。やる。開けるか。うわ。終わりだ。咲かせましょう、響かせましょう、愛と勝利の歌を。さあ、変身よ。みんなの幸せ、愛をお届け、リブリアン。野生のトドロキ、愛の雄たけび、カクンサ。夢と魔法で愛の一撃、ロージー。
行くわよ。この思い、君たちに届け。そうですね、なんだかんだで皆さんストイックですし、やっちゃいな。ありゃ、恨みっこなしだ。ありゃ、孫悟空、お前助けなどいらん。助けたつもりなんかねえよ。おめえ追い込んでる、あいつら見てたらさ、体がうずいちまったんだ。オラとやろうぜ。いいか孫悟空、やつは俺の獲物、邪魔はするな。ならオラを止めてみろよ。すんげえスピードだな、人がてこずるだけあっぞ。瞬間移動する間もねえとはな。けんどここだ。はあ、何、俺の動きを見切ったのか。おめえ確かにすんげえスピードだけんど、動きが直線的だからよ、タイミングさえ合わせりゃなんとかなっぞ。すませよく聞く。スーパー最高速モードだ。なんだこの木は。おやおや、とんでもない化け物が動き出したようですね。ジレン、存分にやるがいい。お前の望みを叶えるため
スーパードラゴンボールを手に入れるために。やっとオラと戦う気になってくれたか。これがたった一人の戦士が放つ木だというのか。すごーい。何が始まるのかな。ジレンは絶対に負けない存在。相手が誰であろうともだ。神っぽなしだ。ありゃ、おめえの強さはよくわかった。かかりすぎる。お前にとって特別な技なんだ。悟空、俺たちの木も使ってくれ。これがオーラたち第七宇宙の元気玉だ。嘘だろ。バカな、押し戻されている。父さんの体力はまだ十分にあるのに。ニニ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 シュウペイ海洋条件二十米だ。くわ。おい。元気玉が、俺たちをいつも救ってくれた切り札が。お前の勝利だ、ジレン。悟空、孫悟空。来るぞ。どうだ、ただ、ああ凄まじい熱気を放ってはいるが、気配が恐ろしく静かじゃ。今は様子を見ましょう。私も見るのは初めてです。この動き、避けるときも同じだ。どうなってやがる。次で終わりにすっぞ。悟空、いきなり強くなったね。悟空、いきなりすごくなったね。うん、もしかしたら、もしかしたら悟空さんにとっても素晴らしい。バカ、ありえぬ、ありえぬ。あれは神ですら容易にたどり着くことができぬ境地。Thank you.
今のオーラ、おめえの眼中にねえっちゅうことか。孫悟空、あたしと戦え。しまったっていうのに、私は何にもできなかった。あいつらの分まで勝ち残るために今よりもっと強くならなきゃなんねんだ。スーパーサイヤ人2の先、3ってやつになる方法教えやがれ。ああ、チュンだ。になりたきゃオラを倒してみろよ。やめ、そうだな、すっか。待たせたわ。まさかここまで利益上げてくるとはな、カリフラ。次どころか、その先まで行けっかもしれない。おいギャル、一緒にスリーになるぞ。はい。ちげえよ、一緒に行くんだ。私ら二人ががっちり組んだら全宇宙で最強です。飛ばしてやる。私ら二人ががっちり組んだの。よし、二人まとめて。ん？おー、まさか、おめは。ケルト、カリフラで。ケフラ。まさか、ポタラで合体すっとはな。待ってたぜ、その青いやつをな。ならこっちも全開バリバリでいくぜ、孫悟空。おあやこの私に手を焼いているようじゃ、あんたぶっ飛ばしてやる。どれ？ちょ、あれ？開けるか？うわあ！あれ？まだまだこれからだ。いいですわ。展開。パタ！あ？あ？ね？うわあ！悟空、まだか、まだ終わんねえぞ。悟空のあの姿は、見せてもらおうじゃないか、身勝手の極意。こうなったら私の全てをお前にぶつけてやる。追い込まれたことで何やら厄介な力を引き出してしまいましたね。火事場のバカ力か、厄介だぞこいつは。
いかん、あの技をまともに食らったらいくら悟空でも。ケフラのやつ、すべての木を使い尽くすつもりか。空中じゃ避けられねえぞ、あたしの。あっ、勝ちだ。わそれでは第二宇宙、第六宇宙消滅でございます。はい。ただ巨大化しただけですよ。見かけ倒しに決まってます。負けるか。なんちゅうとはだ。こうなったら、やるやる。18号の分までやるしかねえな。己のプライド一つ守れん負け犬が。全てを捨てずにこれほどまでの力を得るとはな。よくぞトップを倒した。褒めてやる。いいものを見せてやろう。
私持っていたとは。なんというパワーじゃ、ジレンのやつ。あんなのとまともに戦えるのか、悟空たちは。そんな傷だらけのお前では俺には勝てん。ありゃ意外にやられた姿が似合うじゃないか。貴様行くぞ。悪は正義を勝てん。オラたちの攻撃が破られるなんて。己の力のなさを恨め。孫悟空、ベジータ、クルーザーを諦めてやったんだ。感謝しろよ。まあ、少しは休めただろう。誰かのために自分を犠牲にする、これも人間臭くていいな。それでいい、カカロット、あとは頼んだぞ。信頼など何も生まぬ。どうにそう思うか。気だるくな。もっと強い攻撃してきてもいいんだぞ。くわっ、てはっ、てはっ、消えろ。くわっ、うわっ、恨みっこなしだ。うわっ、ありゃっ、うわっ、まだまだ。今のお前ではそれが。いえ、間違いなく正真正銘最後のチャンス、限界突破による肉体への
次にあの瞳の輝きが消える瞬間、それは全ての決着の時。不完全な身勝手の極意など敗北を。悟空、急げ。何かではないのか。お前たち黙って見ていろ。強さの先にあるのか。悟空、またまたすごくなった。スーパーすごくなった。ですね。おいす、悟空は。木の嵐じゃ。ジレンの木がさらに。なぜだ。なぜ何度やられても立ち上がれるんだ。俺の力の前では無意味だ。忍者ねえってこと。オラが見怖くないかね。この力を俺は信じない。そんなものは簡単に消え去るんだ。行けカカロット、ジレンに勝ってみせろ。孫悟空があの状態だ。俺たち二人でやるしかないな。言われなくても。立つんだジレン。何のために今まで誰も信頼せずに己の強さを磨いてきたんだ。お前がお前の強さを信じられなくても俺は信じている。最後まで。すまなかったな。ちょっと待ってよお前。あなたも後ろに下がっていけばいいか。うわっ、勝ちだ。おめえの戦い方、勉強になったぞ。よきを見せてやる。これがオーラたちの元気玉だ。2倍火力剣、よっ、20倍だ。私を投げ飛ばしなさい。わかった。ええが信頼。第七宇宙の力。
ざ。おっと、あなたからの礼なんてよしてください。約束さえ守っていただければ満足ですよ。ああ、分かってさ。ジレンさん脱落により第11宇宙消滅でございます。ジレン、戦いが終わったばっかしなのによ、俺はまだまだ戦い足りねえんだ。おめえは嫌がるかもしねえけど、戦うことで俺たちは一緒に強くなれたんじゃねえかって気がすんだ。また会いて。すごいやつだったな。ああ、ジータ、俺たちもっともっと強くなれっぞ。当たり前だ。サイヤ人の強さに限界などあってたまるか。